皆さんおはようございます。今日も一緒に聖書の言葉を学ぶことができますことを心から感謝をいたします。今日はマタイによる福音書10章26節から31節の中から覚えてくださっている神について学びたいと思います。誰かが自分のことを大切な存在として 覚えていてくれたらばどんなに嬉しいことでしょうかある時街を歩いていたらば一人の青年が話しかけてきましたあの時は本当にお世話になりました今元気に過ごしていますしばらく話をしていてもなかなかその青年が誰なのか分かりませんでした すると彼はこのように言いました。今、刑務所から出所して元気に過ごしています。あの時の聖書の話で力を受けました。本当にありがとうございます。こう言って深々と会釈をして帰っていきました。彼は刑務所でのクリスマス集会での 聖書の話を聞いた一人であったみたいであります20年以上前の出来事でありますが私は鮮明にその出来事を覚えております私のことを覚えてくれている人がいる非常に嬉しい気持ちになりました神はいつでもどこでもどのような状態の中にあっても 私たち一人一人を覚えていてくださっているお方であります。そこで覚えていてくださる神について聖書の言葉の中から3つ学びたいと思います。1、神は私たちをいつも心にかけてくださっています。神は私たちのことをいつも心にかけてくださっています。神は 私たちを決して忘れることはない。今日の聖書箇所のマタイによる福音書十章二十九節を見ますと、2羽の雀が1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないとあります。当時の貨幣の中で、 1>, 1アサリオンというのは一番小さな額でありました。2羽のスズメが1アソリオンで、アサリオンで売られるということは、どれだけ小さな額だったのでしょうか。しかも、もし5羽を買うとするならば、1羽はその額として、おまけとして与えられておりました。ルカによる福音書の12章の6す5羽のスズメが にアサリオンでで売られていいるではないかだがその一はさえ神がお忘れになるようなことはない。一アサリオンの値打ちもない。おまけのような存在であるスズメでさえも神の許しがなければ地に落ちることはない。それは神の形に作られた私たち人間を 神が間違いなく忘れることなく心に留めておられるのだということを明確に示しています神は私たちの知らない部分まで知っていてください私たちは自分のことは自分が一番わかると思いがちでありますけれども人から言われてわかることもたくさんありますしかし神は 私たちの髪の毛一本さえも知っていてくださる。今日の聖書箇所の「マタイによる福音書十章三十節あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんの雀よりはるかに勝っている。 私たちが把握していないその部分まで神様は知っていてくださるイエス様は伝道の初めの時にたくさんの群衆がやってきました一人一人さまざまな問題を持っている中でイエス様は言われました空の鳥をよく見なさい種もまかず借り入れもせず 蔵に納めもしないだがあなた方の天の父は鳥を養ってくださるあなた方は鳥よりも価値あるものではないかちっちゃなちっちゃなちっちゃな存在である鳥さえも神が養っていてくださるならば神の形に作り神の栄光を表すために作られた私たち人間一人一人を神が 決して忘れることはなく、覚えていてくださる。心から感謝をしたいと思います。第二に、覚えていてくださる神は、最後まで導いてくださる。覚えていてくださる神は、最後まで導いてくださる。スズメは、値打ちのない存在でありました。おまけのような 存在でありましたしかし、神の許しがなければ、地に落ちることがないと言われました。私たち人間を神の形につくり、神の栄光を表すために用いてくださる神は、最後の最後まで責任を持って、私たち一人一人を、個人的に責任を持って導いてくださるお方であります。 イザヤ書46章4節同じように、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで、背負っていこう、私はあなたを救った、私が担い、背負い、救い出す。神を信じて生きる人生にも、いろんなことは起こってまいります。 しかし神を信じた者、神によって救われた者は、神が最後の最後まで責任を持って導くと、聖書は、また神は断言をしておられる。私が救ったんだから、私が最後の最後まで責任を持って導くから、何も心配することはなく、生きなさいと、神は 今も私たちに言われるわけであります。誰かが自分のことを覚えてくれていることは非常にうれしいことであります。その中で、最もうれしいことは、神が私たち一人一人のことをしっかりと覚えていてくださって、最後の最後まで導いてくださる。私たちが悩むときに一緒に悩んでくださり、私たちが痛み、 大変だと思うときに、一緒になって、その苦しみを負ってくださる。私は最後まで責任を持つから、大丈夫だと太鼓判をして、神は私たちを導いてくださいます。神が私たちを覚えてくださり、最後まで導いてくださいます。とするならば、第三番目に私たちはどうしたらいいのか。覚えてくださっている神に従う。 どんな時にも覚えてくださっている神に従う人を恐れないで神を恐れ神をしっかり見上げて歩むということです私たち人間の力には限界があります私たちの歩みを妨げるさまざまな力がありますしかし聖書は人を恐れるなと ここ二十六節十いま二十六節,節人々を恐れてはならない人々を恐れてはならないなぜでしょうか二十八節体は殺しても魂を殺すことのできないものども恐れるなむしろ魂も体も 地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。リビングバイブルでは、体だけは殺せても、魂には指一本触れることのできないような人々を恐れてはいけません。魂も体も地獄に落とすことのできる神だけを恐れなさい。本当に恐れるものは神です。神を恐れ、神のみを見上げていくときに、 神は間違いなく私たちを導いてくださる。神を恐れたいいと思います。神を恐れるということは、それと同時に神のことを伝えてくる、神を伝える、覚えてくださっている神を心から述べ伝えていきたいと思います。受けた恵みは私たちのうちでとどめていてはいけない。こんなに神様が、 私のうちに生きておられるということをある時は信仰の証を持ってまたある時は何かに文章を書くことによってまたある時は私たちの表情を通して苦しみの中にも戦いの中にも神が間違いなく生きておられるということを証ししたいと思います。生きるにも死ぬにもも、ぬりキリストが、 がめられるようにキリストが今私のうちに生きておられる私が存在してこの生きているのはキリストのためだということを一人一人が自覚してそのことを述べ伝えていきたいと思います。フィリピンの信徒への手紙1章20節そしてどんなことにも恥をかかずこれまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によって キリストが公然とと崇められるようにと切に切願いい希望していますイエス・キリストの弟子たちもキリストを信じていく中にさまざまな戦いがありました。しかし神は全く変わることなく彼らのことを覚えていてくださり彼らを神の栄光のために使わせてくださいました。 私たちの置かれている状況がどんな状況であったとしても神は間違いなく私たち一人一人を覚えていてくださり最後の最後まで導いてくださるお方であります人を恐れることなく神を恐れ神を見上げこの素晴らしい神を明かししていきたいと思います皆さんお一人お一人の信仰の歩みの中に 覚えてくださっている神が力強く今日も働いてくださいますように心よりお祈りをいたします。アーメンハレリア